どう？なんか今日のメイクさんめっちゃ可愛くない？外羽にしてみました。はい、ということでね、みんなが一番目に思ってることあのね、ショート動画のネタ自分で考えてるんですかってよく聞かれます。台本も撮影も編集も全部一人でやっております。どうやって考えてるの？もう質問来るんですけど、4年ぐらい上げているのでもう習慣化しちゃったんですけど、こんな風にちょっと中身見させられないんですけど、ネタを殴り書きでノートに書いてたりとか、まあ、基本的にはふと思いつくことがほとんどなので、携帯のメモにね殴り書きしてセリフを考えて台本膨らますっていう感じで行っております。本日はですね、こちらの撮影をしていきたいなと思うんですけど、今日はちょっとお姉ちゃん系の撮影をするので、お姉さんみたいな感じにしてみました。ツンデレの時とかお姉ちゃん系もそうなんですけど、強めのキャラクターを演じる時は結構強めの服を着ることが多いです。今日は柔らかい感じなんですけど、そこまで強い系のキャラクターじゃないので、役によって服装とかメイクとかも変えているので、そこにも気づいてくれたら嬉しいです。ちょっと撮影はね、iPhone でやってるので、すべて撮影風景はちょっと撮れないんですけど、この三脚ちゃんと一緒にやってます。ということで、撮影頑張っていきたいなと思います。私は絶対にこのお昼の自然光が出る時間帯に撮影をしてることが多いかなーって思います。漏れる気がするんですけど、そんなになんか漏れてない気もする。今撮影をしてたんですよ。結構頑張って撮ってさ、撮影したらなんか全部消えてでとか、うまくいったら15分で終わる時あるんですけど、今日なんかうまくいかない、なんかこれじゃないなみたいな、1本1時間ぐらいかけて撮ってた。まあでもこんなこと言っててもあれなんで、もう一回撮ります。頑張ります。頑張るぞ。皆さん、こんにちは。ちょっといきなり ASMR が始まってびっくりされた方が9割、いや3割ほどいると思うんですけれども、今はですね、ちょっとショート動画の方で新しいことをやろうと思いまして、 ASMR を撮影しておりました。じゃん、おそば。お蕎麦を食べながら恋愛相談に答えるっていう ASMR をしていたんですけれども、ちょっとさ、新居だし新しい ASMR も撮りたいなと思ってるんですけど、みんなどういう企画が見たいですか？はい、ということで私の撮影の裏側密着いかがだったでしょうか？ちょっと最後の方よくわかんない動画で終わってしまって申し訳なかったんですけれども、どういう気持ちで撮ってんのって聞かれるんですけれどもね、こんなことやってて恥ずかしくないのとか、どういう気持ちで撮影してるのっていうコメントがねまだまだあるんですけど、てか毎回の動画で見るんですけれども、自分自身が恥ずかしがってやってたら見てる人も恥ずかしいと思うので、一切恥ずかしいと思って撮影をしてないです。なので私が出してる動画すべて全部伸びてなくてもね、大切な動画なので、みんなに面白いとか感情移入できるなとか思ってもらえる作品をこれからも出していきたいなと思うので、よろしくお願いします。縦動画の方は毎日投稿をしておりますので、みんなからもらってるコメント本当に全て見させていただいてるんですけど、本当にいつもコメントしてくださる人、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。